こんにちは。今日の講義は書籍投資の鬼百足です。この本は著者である石井勝利氏が約50年にわたる個人投資家としての経験をもとに資産運用のための100の法則をまとめたものです。本書では株式投資だけでなく不動産投資やその他の投資手法についても触れています。特に低成長や少子高齢化が進む現代社会において、どのように資産を増やし豊かな人生を送るかという点に焦点を当てています。著者は自身の経験を通じて投資における成功と失敗の両方を語り、読者が投資の世界で直面する可能性のあるリスクや罠を理解できるように工夫されています。本書は全体を通じて非常に実践的な内容となっており、各章は具体的な投資の知識や心構えを提示しています。まず第1章では、金が簡単に増えると思うなというタイトルのもと、投資に対する過信を戒めています。ここでは資産形成が簡単ではないことを強調し、慎重な姿勢が必要であると説いています。次に第2章では、敵を知り己を知れば百戦必ずと題し、投資家として成功するためには相手の動きを理解し自分自身の状況を把握することが重要であると述べています。第3章では、必要は発明の母とし、資金をどのように生み出すかについて触れています。著者は資金を得るための知恵や工夫が必要であるとし、具体的な方法を紹介します。続く第4章では、時流に乗った戦略的な資産形成の方法について説明し、流行や市場の動向を見極める力の重要性を説いています。第5章から第8章にかけては、株式投資と不動産投資に関する具体的なアドバイスが展開されます。特に株式市場の動きや不動産投資のリスクについて詳しく解説されており、実際の事例を交えて理解を深めることができます。第9章では、あらゆる金融資産に潜む罠について警告し、最後の第10章では、損切りと利益確定の重要性を強調しています。これらの章を通じて、著者は読者に対して投資における心構えや具体的な行動指針を提供しています。このように投資の鬼百足は単なる理論書ではなく、実際の投資に役立つ具体的な知識と経験をもとにした非常に実践的な内容となっています。著者の経験を通じて投資の失敗を避けるための知恵を学ぶことができる本書は、特にこれから投資を始めようとする若い世代にとって有益なガイドとなることでしょう。豊かで充実した人生を送るために本書をぜひ活用していただきたいと思います。著者が自身の経験を通じて得た貴重な教訓や知識が詰まっています。特に投資の世界においては感情が大きな影響を与えることが多いです。著者は冷静な判断力を保つことの重要性を強調しており、特に市場の変動や他人の意見に惑わされないようにすることが大切だと述べています。感情に流されず計画的に行動することが成功するための鍵であると言えます。また本書では情報収集の重要性についても詳しく触れています。投資の世界では正確で信頼できる情報が成功を左右します。著者はどのように情報を収集し分析するかについて具体的な手法を紹介しています。特にインターネットや SNS の発展により情報が氾濫している現代において、正しい情報を見極める力が求められます。情報の取捨選択を行い、自分にとって有益なデータを選ぶことが投資判断において非常に重要です。さらに著者は長期的な視点を持つことの重要性についても触れています。短期的な利益を追求するあまり焦って売買を繰り返すことはかえって損失を招く可能性があります。長期的な視点で投資を行うことで時間を味方につけ資産を着実に増やすことができるという考え方が本書の中で繰り返し強調されています。投資はマラソンであり短距離走ではないというメッセージが読者に伝わるように工夫されています。また著者は投資におけるリスク管理の重要性についても言及しています。リスクを完全に排除することはできませんが、適切なリスク管理を行うことで損失を最小限に抑えることが可能です。具体的にはポートフォリオの分散投資や損切りのタイミングを見極めることが挙げられます。これにより
予期せぬ市場の変動に対しても柔軟に対応できるようになります。さらに著者は投資仲間を持つことの利点についても触れています。投資は孤独な戦いになりがちですが、同じ志を持つ仲間と情報を共有することで新しい視点を得たり、モチベーションを維持したりすることができます。投資の成功には他者との交流や意見交換が非常に有益であることを示唆しています。本書は単に投資のテクニックや戦略を紹介するだけでなく、読者に対して豊かで充実した人生を送るための考え方を提供しています。投資は手段であり、最終的には自分自身の人生を豊かにするためのものです。著者は資産形成を通じて得られる自由や選択肢の重要性を訴え、読者が自分の人生をどう豊かにしていくかを考えるきっかけを与えています。投資に関する知識を深めるだけでなく、人生全般においても役立つ教訓を提供している一冊です。読者は投資に対する理解を深めることができるでしょう。まず著者が実際に経験した失敗や成功のストーリーを通じて投資のリアルな側面を学ぶことができます。これにより投資を始める際の心構えや、どのようにリスクを考えるべきかについての具体的なイメージを持つことができるのです。特に投資の世界では理論だけではなく、実際の経験が非常に重要です。この本を通じて読者は著者の経験を疑似体験し、自分自身の投資に役立てることができるでしょう。また投資に対する考え方が変わることも期待できます。多くの人は投資を単なるお金儲けの手段と捉えがちですが、著者は投資を通じて人生を豊かにする方法についても考えさせてくれます。資産を増やすことはもちろん大切ですが、その先にある自分の人生の目標や夢を意識することが投資を行う上での大きな指針となります。このような視点を持つことで、投資を単なる数字のゲームではなく、自分の人生をより良くするための手段として捉えることができるようになるでしょう。さらに情報収集や分析のスキルが向上することも期待できます。著者はどのようにして信頼できる情報を見極めるか、またその情報をどのように活用するかについて具体的なアドバイスを提供しています。これにより読者は自分自身で情報を収集し、分析する力を養うことができるでしょう。投資の世界は常に変化しており、正しい情報を持つことが成功の鍵となります。著者の教えを通じて読者は情報を扱う能力を高め、より良い投資判断を下すことができるようになるでしょう。さらに長期的な視点を持つことの重要性を理解することで、焦らずに投資を続けることができるようになります。短期的な利益を追求することは魅力的ですが、著者は長期的な成長を重視することの大切さを教えてくれます。この考え方を身につけることで、読者は市場の変動に一喜一憂せず、冷静に投資を続けることができるようになるでしょう。結果としてより安定した資産形成が可能になるのです。また仲間との交流を通じて得られる新しい視点や情報も貴重です。著者は同じ志を持つ仲間と共に学び、情報を共有することの大切さを強調しています。これにより読者は孤独な戦いではなく、共に成長する仲間を得ることができるでしょう。投資の道のりは時に厳しいものですが、仲間と共に支え合いながら進むことでより楽しく充実した経験が得られるのです。著者が伝えたいメッセージは、投資を通じて自分の人生を豊かにすることです。この本を読むことで読者は投資の知識を得るだけでなく、自分自身の人生に対する考え方や目標を見つめ直すきっかけを得ることができるでしょう。資産形成は単なる数字の増加ではなく、自分自身の人生をより良くするための手段であることを理解することで、投資に対するモチベーションも高まるはずです。このように投資の鬼百足は読者にとって多くの気づきや成長の機会を提供してくれる一冊です。投資は非常に広範で様々な要素が絡み合っていますが、その中でも特に重要なのはリスク管理と長期的な視点です。投資を行う際にはリスクを理解し、適切に管理することが成功の鍵となります。リスクとは投資において予想外の損失が発生する可能性のことを指します。すべての投資にはリスクが伴いますが、そのリスクを受け入れ適切にコントロールすることで投資の成果を最大化することができます。リスク管理の一環として
ポートフォリオの分散投資が挙げられます。これは異なる種類の資産に投資を分散させることで、特定の資産が不調でも全体の損失を抑える手法です。例えば株式だけでなく、不動産や債券、さらにはコモディティ、商品などに投資をすることでリスクを分散できます。市場は常に変動しており、特定の資産が下落しても他の資産が上昇することがあります。こうした分散投資を行うことで全体のリスクを軽減し、安定したリターンを目指すことが可能になります。次に、長期的な視点を持つことが投資成功のために不可欠です。短期的な市場の動きに一喜一憂するのではなく、長期的な成長を見据えることが重要です。歴史的に見ても株式市場は短期的には上下することが多いですが、長期的には成長を続けてきました。投資家は短期的な変動に惑わされず、長期的なトレンドを見極めることが求められます。これには企業の基本的な価値や成長性を理解し、将来的な見通しを立てる力が必要です。また投資は単なるお金の増加を目指すものではなく、自己成長や人生の質を向上させる手段でもあります。投資を通じて得られる知識や経験は自己成長につながります。市場の動向を追い、分析し、判断を下す過程は思考力や判断力を高める良い訓練になります。さらに投資を通じて得た資産は将来の選択肢を広げ、自分の夢や目標を実現するための資源となります。また投資家同士の交流も重要なテーマです。投資の世界は孤独になりがちですが、仲間と情報を共有し合うことで新しい視点やアイデアを得ることができます。投資の勉強会やセミナーに参加することで他の投資家の成功事例や失敗談を聞くことができ、自分の投資スタイルを見直すきっかけにもなります。人とのつながりを大切にし、共に学び合う姿勢が投資の成功につながるのです。さらに最近ではテクノロジーの発展により投資環境が大きく変わっています。インターネットやアプリを通じて誰でも簡単に投資を始めることができるようになりましたが、それに伴い情報の氾濫も起こっています。信頼できる情報を見極める力がますます重要になっています。自分自身で情報を収集し分析する力を養うことが成功する投資家になるための必須条件です。投資は自己責任で行うものであることを忘れてはいけません。どんなに優れたアドバイスや情報があっても最終的な判断は自分自身に委ねられます。自分のリスク許容度や投資目的をしっかりと理解し、自分に合った投資スタイルを見つけることが大切です。投資は一朝一夕で成果が出るものではありませんが、着実に学び成長し続けることで豊かな未来を築く手助けとなるでしょう。このように投資のテーマは多岐にわたり、それぞれが相互に関連し合っています。投資を通じて得られる経験や知識は単なるお金の増加を超えた価値を持つものです。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら心と体の健康は互いに密接に関わっており、どちらか一方が不調であれば全体のバランスが崩れてしまうからです。健康な体は明晰な思考を助け、逆に健全な精神状態は体の健康を促進します。だからこそ読書や勉強で知識を深めるだけでなく、日々の生活の中で体を動かし、栄養バランスの良い食事を心がけることが重要です。ここで健康管理とダイエットに特化した素晴らしいサービスをご紹介します。それがライズアップ結果にコミットプライベートジムです。このジムでは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングが提供されており、個々のニーズに合わせたオーダーメイドのプログラムが組まれます。これにより過去にダイエットやジム通いが続かなかった方でも継続しやすくなっています。トレーナーはトレーニングだけでなく食生活やメンタルのマネジメントも行うため、総合的な健康管理が可能です。またライズアップは30日間無条件全額返金保証を提供しているので、初めての方でも安心して始められます。トレーニングは1日50分、週に2回の無理のないペースで行われるため、忙しい方でも取り組みやすいのが特徴です。さらに無料カウンセリングも実施しており、トレーニング開始前に自分に合ったプランを見つけることができます。トレーニングは完全個室のプライベートな空間で行われるため、
人目を気にせず集中できます。マンツーマントレーニングなので、これまでダイエットやジム通いが続かなかった人におすすめです。トレーナーが作るあなた専用のプログラムにより、無理な食事制限なしで食べられるダイエットが可能です。健康的に痩せ、理想の体を手に入れられ、リバウンドしにくい体作りが目指せます。30日間無条件全額返金保証があるため、安心してトライできます。テレビ CM 結果にコミットするで話題のパーソナルトレーニングジムとして自信を持ってご案内させていただきます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。